昨日東京で行われたのは日本の祭りクリーマアップサイクルプロジェクトの記者発表です。アップサイクルとは本来捨てられるはずのものに新たな価値を与えて再生することで、日本最大のハンドメイドマーケットプレイスクリーマを運営する企業が企画、青森のねぶた祭り、秋田の竿燈祭りに続いて高知のよさこい祭りが選ばれ、クリエイターたちが役目を終えた鳴子を活用し、バチの部分を組み合わせたコースターやフォルムを生かしたうちわ、歩くと音が鳴るバッグなどユニークな作品15点が誕生しました。これらの作品はクリーマの特設サイトで展示販売されています。